京都大学大学院農学研究科附属農場は、国立大学法人京都大学大学院農学、研究科、農学部が所有する実習農場。2016年、京都府木津川市に統合移転した。京都大学大学院農学研究科附属農場、小袖温室は、大阪府三島郡岩手村大和、小袖にかつてあった温室である。 京都大学の小袖温室はすでに閉鎖されており、跡地はマンション。植物園自然保護国際機構による認証コード及びハーバリウムのイニシャルはコースコ。公開講座を毎年11月3日に一般市民を対象に開催。一般市民向けの公開行事として公開。農場ツアー、農業体験実習、公開ラボ、パネル展示。 農産物即売などのイベントを催している。農場で生産された農産物を本館1階の販売室で一般に販売している。高槻市にあった頃は生涯学習センターや市民大学講座などでの講演、中学生の職業体験学習、小学生の農場を見学会などで活用されてもいた。小袖庭園は日曜から火曜の午前9時から午後4時30分まで、 一般の人が入場料を支払って訪問でき、庭園は12月29日から1月3日まで休業していた。1923年11月に発足した京都帝国大学農学部に翌年1924年農学部付属農場を設置。1928年には大阪府三島郡岩手村大鮮安万に設置農場を設置。 摂津農場付属小袖園芸場温室は1929年月に学部生及び大学院生を教育し熱帯及び亜熱帯起源の干渉用植物に関する園芸研究を進めるために設立された戦後の1961年には農場組織の機構が改正され摂津農場を本場とし小袖園芸場を小袖温室と解消1991年には 小袖音質部を下記音質部に改組している。1998年より農学部、農学研究科の改組に伴い農学研究科付属農場となる。2009年農場の移転が大枠合意になる。2011年には農場敷地のうち約6.4ヘクタールが国史跡に指定され、2014年2月農場用地の一部を高槻市に譲渡した。 2014年に新農場整備を開始して2016年3月、高槻の農場と小袖温室を廃止。2016年4月から現在の木津農場を開設した。総面積は24.6ヘクタールで、補助面積は約11ヘクタールある。水田は4.2ヘクタールあり、稲を栽培のほか、田畑林間で大豆と麦なども有する。 果樹園が3.2ヘクタールを有し、無加温のハウスで、ドウや梨栽培を行っている。素菜園が1.2ヘクタールを有し、トマト、イチゴの施設栽培、またトリジェネレーションシステムの検証を行っている。花器園が0.7ヘクタールを有し、複合環境制御温室で、バラの周年栽培など、その他、遺伝子組み換え隔離補助用地を0.5ヘクタールを有するほか、 プロジェクト研究補助を1.4ヘクタール準備。農業用水は不快度による地下水利用のほか、水田へ排水地供給を行うほか、ビオトープを有し、また農業排水と雨水を注水地貯留しており、貯留水は園内の諸々に利用されている。ありがとうございます。